すいません僕選手、最後に言っていただきたいセリフがあるんですけども、練習しとけよクソガキって言ってもらえますか。いやでもなんかちょっとそういうのは僕じゃないので。いやでもぜひ元の方がこれを次ライズンコンフェッションズに入れますので。でもあまり自分はそういうキャラじゃないんですよ。いやでもぜひお願いいたします。これ練習しとけよクソガキ。Ryzen 21のメインイベント、朝倉未来 VS ダニエル・サラスの試合を分析したいと思います。この試合に一体何が起きたのか、そして朝倉未来の次の相手について話していきたいと思います。最後に皆様の意見をコメント欄でお知らせください。試合が始まり、朝倉未来はいつも通りカウンターを狙っていきました。サラスはカウンターパンチを警戒してたので気をつけて攻めていきます。朝倉未来はサラスのキックをキャッチしてうまくパンチ上下当てていきました。サラスが攻めてこないときは左蹴りをロー、ミドル、ハイ、自分から蹴っていきました。朝倉未来の蹴りが当たってたのでキックのフェイントからパンチコンビネーションで攻めていきました。朝倉未来は攻撃の種類をよく混ぜてサラスを攻めていきました。いろんな打撃に攻められてるサラスはどう守ればいいのかに困り、朝倉未来のハイキックをクリーンにもらいました。これは効きました。ダニエル・サラスはマットに落ちて、朝倉未来はパウンドを当てます。レフリーが試合を止めに入り、朝倉未来2ラウンド TKO 勝利です。まあ試合自体はかなり短くて、まあ試合予測の内容と全く同じでしたよね。かなり一方的でだったので、うん、ダニエル・サラスが勝ってる勝てそうな瞬間はやっぱりなかったですね。緊張感がなかったね。なんかいろいろ攻撃にも反応できてなかったし、っていう感じですね。そうですね、まあ朝倉未来、まあ、すごいいい蹴りを見せてくれました。すごい速い、いつも通り、はい、いつも速いんですけど、はい、すごいいい蹴りを当てて、蹴りのフェイントからパンチ、そのリズムを変えて、コンビネーションを当てるのもすごく良かったと思います。なかなかサラスのパンチにカウンターを合わせることができなかったんだけど、多分サラス選手かなり気をつけてパンチを出したと思うし、あとサラスはもう当てに行ってない感じがしたともある。よくシンジが言うのは Don't hurt me punches ですね。そうです、僕を殴んないでパンチ。そう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 、試合を勝つためのパンチじゃなくて、なんて言うんでしょう、なんか格闘技経験者じゃない方は多分すごい面白いっていうか変なコンセプトですよね。コンセプトなんです、なんで試合勝ちたくないの、でも戦ってるのって思うんですけれども、よくあるものです格闘技に。Don't hurt me punches ですね。まあ朝倉未来楽に勝利したんですけれども、ですごいテクニックも見せてくれた、いつも通り。でもこれまで見てきた朝倉未来に比べてちょっと重かったと思います。体重が重かったよりも動きが重くて、そんなにシャープじゃなかった、ちょっと0.00001 秒ちょっと遅かった、鈍かったと見えました。まあ試合には絶好調な日、すごい動きがいい日と、あとまあ今日はちょっと調子悪い日とかあると思うんですけれども、それ以上にいったと思いますか。今まで見たことないからちょっとびっくりした。パンチもちょっと大きかったし、ちょっとまあやっぱり人間って自然にちょっとレイジーなの、やらなくていいものはやらない。まあそうですよね、以上にね、で相手がね、ダニオサラス、そんな危ないファイターじゃなかったらなんでそんなに練習しないといけないのってね、特に忙しい時にね、 YouTube で何百万稼いでるので、そう多分なんかただそんな練習しなかったんじゃない。まあ勝てるくらいのところまで行って、それ以上はね、行かなくていいんじゃないかなって。そう、朝倉未来も人間だからチャレンジ、チャレンジがないと頑張んない、それ僕たちみんなそうだと思います。なんか全然練習してないっていうわけじゃないの。そうそうそう、でも 100% ずっと試合のこと考えて練習してるのはちょっと違う
違う結果が出ると思います。そう、例えばあのジョン・マカパーと戦った時の方が、Oh man、全然もっと仕上がりが良かったし、あの早かったよ、反応が早かった、早かったし、足も早かった、あのまあ意識がもうちょっとピリピリしてた。いやでも朝倉未来がそんな怠けるわけないでしょって、うん、相手を舐めてなんかあのそういうことをしないやつだって思ってる方、うん、いると思うんですけれども、やっぱり試合に向けて準備する練習は本当に本当にきついものです、うん、だからまあダニエル・サラスのレベルまで行ってそれ以上行かないのは本当に分かります、うん、なんでもっと坂道ダッシュ必要以上にやってね、スパーリングボコボコにされたり、あの It's just tough、 どうせ KO するんだからね。そうそうそう、皆さんジョン・ジョーンズUFC のジョン・ジョーンズ知ってるかどうか分かんないんですけどジョン・ジョーンズは本当に練習しないので有名なんです。でも相手を KO して圧勝してるの、うん、圧勝する、うん、だからそれと同じ結果があれだったら誰も文句言えないからいいんじゃん、うん、っていうこと。話ちょっと変わるんですけど、僕たちの予測動画で勝つ確率 0% って言って、かなり本当にそこまで言ってよかったのかなって。いやいや、ちょっと、うん、ちょっとヘイトじゃないけどダメだよそんなに言ったって来たんだけど、うん、それは本当に 0% だと思ってたから。 Yes、 ファミリータイムはいいんだか悪いんだかいつも自分たちが本当に思ってることを言います、うん、ファンに嘘つくのは良くないですね。うん、でも I'll tell you はダニオ思ったより打たれ強かった。あ、もうちょっと早く倒れると思った。なるほど、頭でかかったもん。頭でかかったね頭でかかった、うん、うん。で朝倉未来も普通もらわないものでをちょっと顔にもらってたね。うん、ダニオ・サラスも飛び膝してあの朝倉未来のリアクションが下に行くっていうのがちょっと危なかった時が一回あった。はい、普通は、はい、普通そんなのないもん。それがそういう小さいところがね、あ、いっぱい練習してる時と練習してない時がの違 い、 の違い、うんうんうん、ジョン・マカパーとではそんなことはなかった。 That's perfect、 うん、なるほど。でもこの次の相手、僕選手はもうちょっと練習しないといけないかもしれないです。かなりベテランです。ポストファイトスピーチで僕選手が出て、やっぱりちょっとバックグラウンドチェックしましたね。あ、はい、うん、キラー B でよくヤチ選手のコーナーで見るんだけど、そうですね、あんまり詳しく見てないので見つけたものを皆さんとシェアしたいと思います。小鉄ボク選手、所属キラー B、 元ONEFC One Fighting Championship ライト級チャンピオン。元チャンピオンなんだ。そうです。それがね、2012年 One FC でチャンピオンだった。あ、でその前に元シュートライト級チャンピオンだった。はい、でそれが2005年だったの。はい、でライト級チャンピオンなんですけども、階級はフェザーからライトで戦ってます。はい、身長175センチ、朝倉未来とほぼ同じですね。年、うん、が42歳。かなりベテランです、はい。42戦26勝14敗、26勝のうち 13KO1 本勝ち1回、14敗の中2回 KO 負けしてます。で6回1本負けしてます、うん、ということはスタンドアップファイターですね、立ち技、はいはい。で僕も試合の映像をちょっと見てきたんですけど、割とボクシングスタイルですね。でボクシングスタイルの中で手数スタイル、うん、パワーよりももうパッ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 って当てて、だからスピードが速いっていうことですか。そうなんです、スピードが速かったです。速かった若い頃は本当にうおすげーって、うん、ちょっと若い頃の若いって言うと悪いんだけど、キャリアの初め頃の試合見るとすごかった、はい、かっこいいスタイルだと 思いました。 1FC になるとまたまだ、まあ、同じことをやってるんですけど、うん、同じじゃないっていう感じですね。2019年でも試合してます、はい。で最後やった試合が2019年の8月16日、うん、1FC で1チャンピオンシップで、でその試合は1ラウンド KO 負けしてます、うん。でその前の試合は一本勝ちで負けてます、はい。でその前の試合は1ラウンドで KO 負けしてます、うん、っていうことは3連敗でこの試合に入ってきてるんですよ。で僕が気になるのはその3連敗じゃなくて、この最後キャリアの最後の方で2回 KO 負けしてるの
はい。で、それまでには KO 負けしたことないんですよ。なるほど。この3連敗の中でいきなり KO 負けし始めた。2回。キャリアの初めての2回。うん。うん、42歳で、そのパターンもよくわかりますよね。はい。はい。だから割と若い頃も、多分試合すべて見てないんですけど、多分割とタフさでやっていったと思います。わー、よく見るパターンですね。タフさで勝負してある時期になると KO されて、で KO されるのが続く、うん、よく見るパターンです。でもスタイル面白いよ。で、うん、ダニオ・サラスより絶対強いと思います。うん、面白いと思いますよ。スタイル的にパンチャー VS パンチャーで面白いと思います。うんうん、もちろんボク選手がプライムタイム全盛期ね、プライムタイムで戦うなら絶対もっといいぶつかり合いになると思うんですけど、うん、まあそれでもダニエル・サラスより興味あります。あ、正直でしょ。しっかり練習しとけよクソガキ。僕が面白いと思った、それか面白くないと思ったのは、まあ、面白くないって言うとすごいなんかヘイターみたいになっちゃう。 Don't be a hater. Don't be a hater. ヘイターになりたくないんですよ別に。ファミリータイムはヘイトチャンネルじゃないので。まあ一人がヘイターでもいいじゃん。じゃあ今日は僕がヘイターになります。 Now to be the hater. なんかすごい Are you gonna say the call out? Yeah. Yeah, yes, I knew it. The 呼び出し。呼び出しが。呼び出しのスタイル気に入らなかったの。呼び出しのスタイル、呼び出しがなんかあまりにもなんかすいません僕選手、最後に言っていただきたいセリフがあるんですけども、練習しとけよクソガキって言ってもらえますか。いやでもなんかちょっとそういうのは僕じゃないので。いやでもぜひプロモーターの方がこれをこれ欲しいので次ライジンコンフェッションズに入れますので。あーでもあまり自分はそういうキャラじゃないんですよ。いやでもぜひお願いいたします。これ練習しとけよクソガキ。別にいいじゃん。僕それっていうのが、っていうのが見えました。ずっと僕それ面白かったと思う。まあ面白いんだけど、それよりもなんかリングに入ってきた時のなんだろう、礼儀正しさがちょっと、まあ日本だからしょうがないかもしれないけど、だから練習しとけよクソガキっていう人はそういうのしないのね。そうだからあまりにもなんか、あー失礼しますっていう感じで入ってくるからね。ニコニコで練習しとけよクソガキ。確かにそれはおかしいよね。It's so すごいなんか無理やり感、無理やり感があったよね。ありましたね。It's too much 無理やり、 too much かな。まあ、そういうスタイルが好きならいいんだけど、うん、まあそういうスタイルが好きならいいんだけどっていうよりもなんかそういうスタイルで行くなら、でもちょっとコメディだね。ドラマっていうよりもコメディですね。うん、まあプロモーターと僕選手は知ってたんですけど、朝倉未来は多分知ってなかったと思う。はい。別にいいですよ。別にいいですよ。そのリアクション最高じゃない。そのリアクションがなんで最高かっていうと、朝倉未来と一致してるから。生のリアクションだからね。そう、生のリアクションだから、なんか本当に生のリアクションにのままにするか、うん、それかめっちゃ演技が上手な人を雇うか。いや格闘家は演技できない。演技できる格闘家8% はできない、うん、でその 2% はスターになるんですね。それかただこのぶつかり合いがいい、うん、例えば演技してる、うんうんうん、K-1 というと小沢海人、yes. で本当に生の自分の芦沢流星、でしょ。いいファイトですねそれは。それはすごいね、良かったでしょ。うんうんうん、でも芦沢流星はただ芦沢流星。まあいい方向に見ていくと、僕選手のその矛盾さ、うん、ちょっとジョン・ジョーンズに似てますね。ああ確かに、うん、もしかしたらそういう感じじゃない。そうだから、でも本当になんかコメディって感じです、ね、でもプロモーターが考えてることは分かるよ、うん、八千選手に勝った朝倉未来のね、うん、八千選手の先輩僕、うん、
が入ってきてね、リベンジを取りに来たっていう感じ、うん、でも僕選手はそれをもうシャットダウンしたね。キノビリバカにしてたからね。いやでもそれは別にでもね、レナー VS 朝倉カンナー2の前、レナーがリングに入って朝倉カンナーともう一回 やりたいって言ったよね、うん、その時めっちゃ確かすごいアンチが、そう批判受けましたよね。そう、うん、なんでかって分かんないけど、あ確かになんでかっていうと、勝利おめでとうございますとか言わなくて、礼儀正しくなくて、いきなりリマッチさせてくださいって、そうっていう、うん、ところだったね。だから I have a theory なんでそれが悪いか。 OK 聞きましょう。女だから、うん、僕は本当にそう思う。ちょっと差別ですねと僕は思います。なぜなら男がそこに入ってお前の勝利なんかどうでもいいんだよ。違うよ、めっちゃアンチ来るじゃん。ライゼンファンは面白いと思う、うん、朝倉未来、例えば僕選手が朝倉未来にそれをやるとしたら、うん、朝倉未来のファンからめっちゃアンチが来る。でもちょっと違うと思う。朝倉未来がこの人ボコってくださいって、なんかちょっと試合を楽しみになる感じだと思う。まあね、ただ、まあね、何この人礼儀正しくないっては言わないと思う。確かに女だから礼儀正しくしろっていう日本のあれがあると僕は本当に思ったんだよ。そっか、レナ残念でした。レナかわいそう、本当に全然良かったと思うんだけど。ファイターはみん一応人間だから、みんなみたいに好きになってほしいの。うんうん、ね、ヒール役は大変ですよ。ヒール役は大変だし、うん、そうみんな好きになってくださいっていう理由で多分リングに上がってるのは結構いると思う。結構多いですね。ダニエル・サラス VS 朝倉未来の予測動画にもちょっとお話ししたんですけれども、僕は日本人の格闘家のアイデンティティがすごい気になってます、うん、アイデンティティとは何？ ID ID ですね。だから自分は何なのか、普通車運転する人なのか、それとも大型免許を持ってるのか、うん、格闘家はコメディアンなのか、それともただ強い人なのか、うん、試合がエンターテインメントなのか、それともプロレスリングみたいにそうやって煽ってそれがテレビ番組みたいになってそれが面白いのか、まだよくわからないですね、うん、いろいろキャラクターが出てきてますもん。まあいろいろ出てきて、それが戦い合うのはそれが格闘技なんだっていう言い方もあると思いますし、でもまだちょっとクリアじゃないですね、うん、何を目指せばいいのか、今から格闘家になりたい人は。でまあ若い選手、まだキャリアを積んでない選手はスターを見てそれを目標に立てて動いていきます。なので朝倉未来、これからもどういう試合をするのか、これからどういう相手とやるのか、どういう相手とやってどういう試合をするのかっていうのがすごい僕は楽しみにしています。そうだね、やっぱり格闘家は相手によって自分のキャリアが動くので、このまま勝てる相手とやるだけっていうパターンか、ね、強い相手にチャレンジしていくのか、うん、どっちなのかっていうのがまあ楽しみですね。そうですね、やっぱり格闘家も食べていかないといけないんで、うんうん、確かにペイデイ、給料、お金、収入が一番いい、大きい方がいい、それがいいと思います。だって命かけてやってるんで、はい、格闘家みんなお金いっぱいもらったらいいと思います、うんうん、で朝倉未来もそれでいいんですね。倒せる相手を倒してすごいスターになってみんなを、ね、ハッピーにしてくれるのもいいんですけども、朝倉未来はベラトーでもベストとして戦えると思うんです。僕は、うん、チャンピオンになる可能性もあると思います、はい、ベラトルでそんな大きいインターナショナルの団体で、はい、だからこういう弱い相手といっぱいやるのが僕からもったいないと思うんです、はい、もちろんみんな人生で一番大事なもの、はいね、が違うんです。ある人はお金いっぱい欲しい、なるほど、ある人は、うんうん、なんだろう、こん認知度、うん、すごい、そうそう、認知度が一番大事、うんうん、なんですけども、格闘家の歴史を見ていくとほとんど誰もこの格闘家、このボクサーはすごいお金持ちだったよ、モハメド・アリーお金持ちだったよって言わないじゃん、なるほどね、He was the best ever、ね、ベストと戦ってた、うん、で、うん、歴史に続いていくじゃん、はい、やっぱりそっちの方がすごいんじゃないかなって僕は思います。レガシーって言いますね、英語で、うん、誰もロッキー・マルシアノは、ね、お金いっぱい稼いだよ、
超リッチうんって言わないじゃん。ちょっとフロイド・メイウェザーが始めたことですね。でもフロイド・メイウェザーはベストと戦ったじゃん。おっしゃる通りです。 He was the best、 He was the best、 うん、うん、だからそういう面でちょっともったいない、ちょっと残念、もったいないよりちょっと残念と思ってます、うん、でもこれからは分かんない、分かんないじゃん、ね、これからもまだあると思いますし、うんうん、そんなに強くてそんなにタレントがあるから、どこまでいけるのかが見たい、ね、ちょっと欲張りなんですけど、はい、ファンとして、うんうん、ファンとして欲張りなんですけれども、まあ最高なシナリオはそれですね。 Yes Ryzen Champion Bellator Champダブルチャンプ、yeah. ダブルチャンプ YouTuber それはすごいじゃんすごいね。 YouTubers、うん、will be like いやー YouTuber よ強いんだこの動画が好きだったら皆さん登録ボタンをスマッシュしてください。その LIKE ボタンもスマッシュしてください。 Yes、 いいねボタンもスマッシュしてください。最後まで見てくれてどうもありがとうございます。皆さん We'll see you again soon. Bye bye, bye, bye.